掴まれて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった予報通りの穴にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつく Success Boys 誰でも思い通りに歌うことができる Success Boys の岩谷翔です。さて今回はオフィシャルヒゲダンディズムの Cry Baby、こちらを初心者でも歌いやすくなるポイントをお伝えしたいと思います。この曲ね、もともと僕東京リベンジャーズめっちゃ好きでマガジンで読んでたんだけど、原作と歌詞がめちゃめちゃマッチしててすごくかっこいいんですね。ただその分原作のストーリーと同じように複雑な展開があって、歌う前に正直やめとこうって諦めてる人もいると聞いています。ただ今回僕がお伝えするポイントを抑えるのと抑えないのでは曲の難易度ってかなり大きく変わってくるんで、最後までお付き合いください。それではCry Baby 攻略のポイント、1つ目無音のアクセントを感じ取れ、2つ目鬼の転調は2-5を味方にしろ、3つ目ミックスボイスで高音の嵐に抗え、4つ目転調だけじゃ終わらない変拍子にも気をつけろ、この4つです。このチャンネルでは初心者や声でお悩みの方に向けて本物のボイストレーニングの情報をお送りしています。ぜひ今のうちにチャンネル登録をお勧めしています。それでは A メロからいきましょう。殴らを掴まれて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった予報通りの穴にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつく。ここまでいきましょう。実はこの東京リベンジャーズ、ちょっとしたネタバレをするとヤンキーの子がタイムスリップするんですね。タイムスリップした先が平成3年なんですよ。そういう舞台設定があるんで、そういった意味でもここら辺ってちょっと懐かしいメロディーが使われてたりするんですね。でここで注意なのが、もう最初のね胸ぐらを掴まれて、この時点で G シャープ4というあーこういう高い地声が出てくるんで、ここを注意してください。この辺はなかなか出ないよという人は呼吸の動画僕昔上げてますんで、そちらをご覧いただければ地声が高くなると思います。でこの曲の全編通して意識してほしいのがアクセントなんですね。普通歌のアクセントって歌ってる時にあるように感じるじゃないですか。この曲は歌の合間にある聞こえないアクセントっていうのがあるんですよ。でそれを抑えないと伴奏と合わなくなっちゃうんですね。じゃあ肝心のアクセントはどこにあるかっていうと、リズムの2拍と4拍のところにあります。 1,2,3 胸ぐらを掴まれて強烈なパンチを、こういう感じで掴まれて、ここにあるんですよ。歌わないところにある。じゃあこれをどう表現するかっていうと、伸ばしすぎないこと、ブレスのタイミングとかを掴むといいです。逆に悪い例もやっておきます。例えば胸ぐらを掴まれてみたいな感じで歌うと、胸ぐらを掴まれて強烈なパンチ、なんか違くない？胸ぐらを掴まれて強烈なパンチを、なんか違う。しっかり2拍4拍で胸ぐらを掴まれて強烈なパンチを、こういう風に歌にとってアクセントっていうのはリズムを司るわけですよ。リズムと合ったアクセントっていうのをチェックしましょう。ではそれを踏まえた上で B メロまで行ってみましょう。胸ぐらを掴まれて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった予報通りの穴にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつく、いつも口喧嘩さうまくできない癖して、なんですけど転調っていうのが起こってるんですね。転調っていうのは曲の途中で曲のキー設定が変わることを指します。カラオケでなんかポチってなんかキーを上げたり下げたり、あれと同じことが曲の中で起こってるんですよ。音楽理論的に言うと A メロで A フラットメジャー、これが B メロで F に転調する、どっちもドレミファソラシドに聞こえるけどキーが変わってるんです。カラオケで言うといきなり曲のキーがマイナス3
されるようなものです。だからこれメロディーだけ追ってると、え、ここどこみたいな感じで分かんなくなるんですね。ここで聞いてほしいのが伴奏なんですよ。ちょっと難しいんですけど 2-5 っていう美しいコード進行のセオリーがありまして、この曲はこの 2-5 をふんだんに使ってるんですね。傷口が綺麗になるなんで、ここから手嘘をつく手嘘をつくって、このベース音を支えにしながら行くと非常にいいですね。伴奏、特にベース音っていうのは大切にしてください。でここで注意点があって、僕の声帯のタイプと藤原さんのタイプって実は声帯が違うんですよ。藤原さんの声帯はショートスインタイプです。声帯のタイプが違う歌手のモノマネをすると実はね、大体がダサくなるんですよ。ここはさっきのリズムをしっかり理解すれば自然に色付けができるんで、そんなにしゃくりとかは気にしなくて OK です。例えばしゃくりなしで言っても、いつも口喧嘩せ、うまくできない癖して、こういう感じね。まあちょっとモノマネチックにやると、うまくできない癖して、どうでしょう。さらっと聞かしたいなら前者の方がいいと思います。こういう風に音楽的な理解がないままモノマネばっかりをやってると悪い癖がついちゃったりするんですね。でそれがつくとすごい後々苦労するんで、まずはリズムからしっかり勉強してみてください。ではサビに行ってみましょう。あまりのつまらなさに目がうるんだ、何度も、ここでもう転調してます。青あざだらけで涙を流して流して、不安、ここ難しいよね。サビは頭と、そして不安定な、ここで転調します。でこれメロディーだけを追うとめっちゃくちゃ難しい。流して流して不安定なってなるわけじゃないですか。ここはベースを見失わないでほしいんですよ。ベースが何度も青あざだらけで涙を流して流して、っていう風にそれに沿いながら歌えばかなり歌いやすくなってきます。この次の心を肩にっていうところは別のメロディーがやってきた、それぐらいで思えば歌いやすくなってきます。それでは続き、なぜだろう、喜びよりも心地よい痛みずしりと響いて、濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔見合って笑う、土砂降りの夜に誓ったリベンジ。はい、ここまで一番終わりましたね。ポイントとしては全体的に高いじゃないですか。高い部分はミックスボイスとかミドルボイスとか、そういう地声でも裏声でもない声があるんですね。これを使うと非常に歌いやすくなってきます。このミックスボイスとかミドルボイスなんぞやっていう人は僕別で動画出してますんで、そちらも概要欄に貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。で最後に、土砂降りの夜に誓ったリベンジ、ここなんですけど、普通にミドルボイスとかで歌っても土砂降りの夜に誓ったリベンジ、絶対リベンジできないみたいな感じになるわけですよ。ここで必要になってくるのが航空共鳴、声にドライブ感をつけていきます。藤原さんこれすごく上手で、ノーダウトとかでも使ってるテクニックですね。航空共鳴でドライブ感を与えて、土砂降りの夜に誓ったリベンジっていう風に響かせていっています。航空共鳴とかね、共鳴について知りたい人はそれも動画ありますんで概要欄に載せておきます。でこの航空共鳴なんですけど、2番でも使う部分がありますんで、そこをちょっとやっていきますね。胸ぐらを掴み返して反撃のパンチを繰り出すくらいじゃなきゃお前の隣には立てないから、ここから相手が何でやら言わない、何度のされては諦めない、忘れるな忘れるなと聞かせ続けたのに、ここの相手がなんでやら日和らない、航空共鳴使ってます。結構この曲の難しいと言われているポイント、この次のですね、忘れるな忘れるなと言い聞かせ続けたのに、ヨーデルみたいなね、ローデルローデルみたいな感じなんですけども、難しい方はまずゆっくり練習してみてください。忘れるな忘れるなと
聞かせ続けたのに。こういう風にゆっくりやるとかなりいいと思います。手を伸ばしたしくじった隠し通した食らいついて何をしたってしくじった何をしたって肩を通したどうした。傘はいらないから言葉を一つくれないか。ぬる優しさではなく弱なりを重ねた胸の奥をえぐるような言葉。難しい。僕的には一番最難関ポイントじゃないかなって思ってます。リズムも変わってるんですよ。1番の B メロではんーいつも口喧嘩さえ1234 1234って4分の4なんですね。しかし最後の B メロでは8分の6、たたたたたた1234561234566、これで進んでいくんですよ。あ傘はいらないから言葉を一つくれないか。ぬる優しさではない弱なりを重ねた。ちなみにここで元に戻るんです。難しいよね。たた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 たん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 っていう感じなんですね。では最後の部分いきましょう。言葉転調する。君に問いかけるように気がった人、また転調。身の中で誓ったリベンジ。はい。というわけでこのクライベイビー4つのポイント。無音のアクセントを感じ取れ、2-5を味方にしろ、ミックスボイスで高音の嵐に抗え、変拍子にも気をつけろ。この4つを注意しながらぜひ挑戦してみてください。また、今日ご紹介した歌い方の方ですけども、どちらかというと藤原さんの歌い方というよりは僕の長い声帯で歌うんだったらこんな感じじゃないかなというちょっと僕の個性も出してみました。ですのでもし本人とそっくりが良ければぜひ本家の方も参考にしながらやると非常に勉強になるはずです。次はこういう高い曲を歌うと喉が詰まって苦しい、そういう方のために喉詰まりを楽にする、そういった方法についてご紹介したいと思います。というわけで、今回の動画いかがだったでしょうか。面白かった、役に立った、弾き語りバージョンもいいじゃん、そう思っていただけましたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。疑問や感想などあればコメントしてもらえると嬉しいです。さらに僕の LINE の方では声のお悩み相談も受け付けておりますので、今すぐ LINE を登録しておいてください。これらの全ての詳細についてはこの動画の概要欄に貼っておりますのでぜひご覧ください。というわけで、次の動画でお会いしましょう。レッツトレーニング。バイバイ。